少林寺拳法グループは2005年4月より統一マークロゴを導入いたします。本 DVD は2003年に撮影を行っており、統一マークロゴを着用使用しておりません。何卒ご了承ください。今回の映像で見るの目的は、方形の基本的な動作全体像を知り、日々の修練の一助とすることです。しかし、方形の持つ意味を理解するためには映像を見るだけでは不十分です。技を構成する原理や原則を理解するために、道場で仲間と共に汗を流してください。This video series will introduce each technique in the Shorinji Kenpo grading curriculum. It is intended to supplement your everyday training by showing the basic movements and overall image of each technique. It will be clear to you that watching a video will not lead you to an understanding of the meaning of hoke. In order to understand the principles behind and the structure of the techniques, you need to study hard with friends in a Shorinji Kenpo dojo.This video is intended for practitioners of Shorinji Kenpo. Most of the technical terms have deliberately been left in Japanese. This is a matter of convenience, as otherwise they would necessitate lengthy English phrases or explanations. If you are unsure of the meaning of any term used, then ask your branch master for an explanation.今回の撮影に用いられたカメラポジションについて説明します。本 DVD では各種方形のイメージを5方10方とも9方向から撮影しており、より分かりやすくするため各カメラに1番から9番までの番号を振りました。1番の正面センターカメラの映像では各種方形の全体像を確認してください。また2番から8番のカメラ映像では主者後者それぞれの体さばきの度合いや体をさばいた時の姿勢を確認してください。そして9番の天井のカメラ映像では主者の体さばき足さばきの方向後者との位置関係を確認してください。このように多角度からの方形イメージをつかみ取って練習の参考としてください。ではメニューより各種方形を選択後ご覧ください。三段昇格試験の
規定組演舞を行います。決められた順番で交互に技を行います。昇格審査ではこの斬新や間合いの取り方にも注意してください。斬新とは最後まで気を抜かず常に相手に対し気配りすることを言います。今回の映像を練習の参考にしてください。正座して道着の乱れを整えます。道着の乱れを正してから合掌礼するように心がけてください。
外受けした手で素早く断反撃します。打ち上げた手で素早く断反撃します。横にさばいて下受けをします。反対の手で上段へ反撃の突きを行います。下受けをした手で上段へ断反撃します。開き構えで行う場合もあります。開き構えに構えます。順手で下受け、目打ちの断攻防を行い反撃します。対構えで行う場合もあります。後者の振り突きに負けないように打ち押し受けを行い反撃します。外受け突きの要領で一歩前に入ります。
外押し受けを行い、蹴り反撃を行います。後者は差し込み回し蹴りを行います。前横に出ながら払い受けを行います。近敵もしくは中段へ反撃を行います。